はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日はね、パークからの映像ではないんですけれども、今日は皆様にですね、グッズのご紹介していきたいと思います。ジョマジがですね、もう全部のイベントでね、集めているんですけれども、コレクションカードというものがございます。こちらですね、なんとベリーベリーミニバージョンのコレクションカード発売されましたので、早速ね、買ってきましたから、今から皆様にですね、中身をお見せしたいと思います。はい、こんな感じです。ベリーベリーミニーノです。ちなみに発売されたのは1月の31日でございます。1月31日にね、発売されたばっかりのですね、こちらコレクションカードでございます。ちゃんとね、ベリーベリーミニーって書いてありますね。で、後ろを見るとですね、キャラクターフォトっていうのが7枚ね、でイラストが1枚入っていますよって書いてあります。で、東京ディズニーランドベリーベリーミニーバージョンですよって書いてあります、ここにね。こんな感じでございます。ということで、早速ですね、今から中をね、見ていきたいと思います。もうね、ここ切っちゃいましたけどね。はい、それではですね、じゃあまずはね、そうですね、じゃあこのイラストからいきましょうかね。イラスト1枚って書いてあるので、このイラストからいきましょう。こちらでございます。じゃーん。はい、ね、ベリーベリーミニーのイラストでございます。いいでしょ、コレクションカードね。もうベリーベリーミニーなんて、もう今年限定ですから、もうめっちゃレアですよ。これ持ってるだけでね、もう激レアですから、ね、素晴らしいですよね。いや、こんな賞あったなみたいなね、もうジョマジね、全部のイベントのね、コレクションカード集めてるんですけどね、本当にね、見てるとね、懐かしいなって思いますよ。はい、ということでね、まあ、今やってますけれどもね、このベリーベリーミニーのね、こちらのロゴとかイラストもね、もう懐かしいなって思う時期がね、絶対やってきますからね、もうぜひ皆さんコレクションカード買っていただきたいなと思います。はい、こんな感じで、裏面はですね、こんなイラストになっております。はい、ミニーちゃんのイラストですね。いや、可愛らしいですね、とってもね。はい、ということで、こちらが1枚しか入っていないイラストでございます。 OK。 はい、そしたらですね、お次行きましょう。お次はですね、じゃあこれ行こうかな。一番上にあったこれ、はい、ヒピホピですね。ヒッピティホッピティスプリングタイムの、はい、ヒピホピでございます。ちょっとボケちゃってるかな。はい、ヒピホピですね、のミニーちゃんですね。いやー、可愛らしいですね。これもね、神パレードでしたよね。ダンサーさんの衣装もね、とってもね、人気で、未だにね、仮装をやられてる方も多いですよね。うん、ヒピホピのね、衣装はね、ほんと全部、すごいね、神だったのでね。うん、ハロウィン行くとね、未だにいっぱい見かけますよね。はい。で、これの裏側ですけれども、こんな感じになってます。裏。はい。ミニーちゃんですね。ザ・ミニーちゃんの洋服ですけれども。まあ、可愛いですよね。はい。こんな感じですよ。イッツベリーミニーのミニーちゃんですね。はい、 OK。 それではお次行きましょうか。じゃあ今度はこれですね。はい、可愛いよね、これね。ベリーミニーのコスチュームですよ。ミニーちゃんのベリーミニーのコスチューム、素晴らしいですよね。ぜひね、イッツベリーミニー、マジでね、抽選当たらないのでね、もうジョマジ多分24、5回やってますけれども、はい、まだね、3回しか当たったことありませんからね。いや、本当にね、もう、イッツベリーミニーマジで当たんないので、はい、ベリーミニーリミックスもぜひね、ご覧いただければと思います。はい。で、裏面ですね。裏面は、今度ミッキーですね。ミッキーです。ミッキー。まぁ、ちょっとズームしすぎるとね、ちょっとボケちゃうんですけど、はい、ミッキーでございます。はい。表がミニー。裏がミッキーです。ねえ、いいですよね、この衣装ね。OK。はい。それでは、お次。行きましょう。あー、来たね。来ましたよ。はい。ミステリアスマスカレードですね。ミステリアスマスカレード。神賞でしたね。うん、東京ディズニーシーの初めてのね、ハロウィンだったんですよね。うん、意外とね、初めてのハロウィンね、結構ディズニーシーがオープンしてから時間経ってるんですよね。はい。で、ディズニーシー初のハロウィンが来ますよっていうことで、もう CM とかでもね、もうすごい騒がれてたんですけれども、はい、こちらがですね、一番最初のショーでございます。ミステリアスマスカレードですね。いやー、本当にね、神賞でした。ジョマジね、解禁賞ですから、はい、もう一日も欠かさずですね、まあ、この時はね、大学生でしたからね、はい、もう学校終わった後にね、夜のショーでしたから、もう、毎回毎回見せてましたね。もう本当に最高なショーでした。はい。で、後ろ。ミッキーのね、ドリームカンパニーですね。ミッキーのドリームカンパニー。この金コスがいいですよね。うん。すごいね、華やかなコスチュームだなと思います。
今現在は It's Very Mini というですね、ショーベースで行われていますショーでね、こちら復活しておりますので、ぜひ皆さんですね、はい、多分ね、懐かしいなと思う方もきっといると思いますからね、もう一回このコスチューム見ることができますので、ぜひね、インパしたらですね、絶対抽選した方がいいと思いますよ。はい、本当にね、もうジョマジュがね、年パス買ってね、本当に久々にいいショーを見たなっていうのがね、It's Very Mini ですからね。いや本当に素晴らしいと思いますよ。はい、それではね、お次こちらですね、東京ディズニーシーのものになりますね。こっちもね、はい、レジェンドオブミシカでございます。レジェンドオブミシカ、お昼のショーだったんですけれどもね、まあ、今現在ね、お昼のショーやっていないのがちょっと残念なんですけれども、はい、昔はですね、こういうお昼のショーをね、実はやっていたんですね。はい、でそれがですね、こちらレジェンドオブミシカというですね、神ショーでございました。そのね、ミニーちゃんですね、はい、レジェンドオブミシカのミニーちゃん、素晴らしかったね、本当に。まあ、あれ以降ね、お昼のショーやってないからね、ちょっと非常に残念ではあるんですけどね、うん、本当に復活求めるって感じなんですけども、レジェンドオブミシカです。はい、で裏面いきますね。裏面はこちら、はい、出ました、ボンファイアダンスですね。はい、もう本当にね、ジョマジもこれめちゃんこ見ました。もう暑い中ね、もう本当に見ましたよ。もう素晴らしかったですね。アラビアンコーストのですね、今はね、噴水あるじゃないですか、中央に。その噴水がね、ステージになったんですよね、昔は。で、そのステージ上で、こちら、ボンファイアダンスというですね、ショーが繰り広げられていたわけでございます。もちろんね、ラスビーとかも行けましたけども、本当に最高の激アツなショーでしたね。まあ、正直、これに関してはね、ここら辺はもう完全に東京ディズニーシーのね、もう黄金期と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、本当にね、最強の年だったね、はい。もうそのぐらいのね、レベルの、マジでもう東京ディズニーシーの間違いなく絶頂期の黄金期のですね、ショーがこちらでございましたから、はい、まあ、今回もね、選ばれるのはまあ分かってたような感じはしますよね。はい、ではお次いきましょう。じゃあこっち行きましょうかね。はい、これミニー用ミニーですね。ミニー用ミニーのミニーちゃんでございます。まあ比較的最近までやっていましたね。で、今現在はですね、レッツパーリーグラ、パーティーグラですね、パリピやってるんですけれども、そのレッツパーティーグラの前のですね、ショーがこちらミニー用ミニーというものでございました。はい、で裏面がですね、こちらミッキーとミニーですね。ミニー用ミニーのミッキーとミニー、いやー、もうもはやね、懐かしく感じますよね。ジョマジ最終日とかね、そのね、会場内で見てるんですけれども、いやー、もうもはやね、懐かしいですね。もうすごい昔のような感じがしますけれども、いや、比較的まだね、最近ですからね。いや、本当にもうやっぱ懐かしいなって思っちゃうぐらいですよね。1年2年経っちゃうとね、本当に。はい、ということでこちらミニオミニのミニちゃん、そして裏面はミッキーとミニでございます。続きましてこちらでございます。じゃーん、はい、スーパーダンシングマニアですね。こちらミニちゃんでございます。多分ね、この演出がね、一番皆さんね、好きだっていう方がいると思うんですよね。It's Very Mini の話ですけれども、もう最初ね、カーテン閉まってるんですけど、こうやって開くとですね、ここに見えますかね、なんかでっかいね、ミッキーのロゴがあるんですよ。クラブディズニーって書いてあるね、ミッキーのでっかいね、ロゴみたいなのがあるんですけど、それがね、ドーンって出てきて、で、そっからのね、キレキレのダンス、そして生歌なんですよね。いや、これのね、もう本当に It's Very Mini のね、ジョマジが初めてね、抽選当てて見たときはもうほんとうるっときましたよね。すごい演出だなって正直思いました。本当にね、皆さん、マジで抽選してくださいね。もう、これはね、マジで、もうおすすめですよ。もう鳥肌立ちます。もう懐かしいっていうのももちろんあるんですけど、またディズニーランドでこの曲が聴けるっていうね、まあ、その懐かしさとか、まあ、そういう意味でもね、うるっていうのは来ちゃうんですけれども、このね、演出ね、本当にかっこいいのでね、ぜひね、もう It's Very Mini当てて見ていただきたいなと思います。はい。で、後ろですね、ま、前がミニーちゃんで、後ろ。はい、こちら、ミッキーでございますね。ミッキーです。かっこいいよね。はい、ミッキーめっちゃキレキレダンス踊りますから。で、このね、カーテン開く前ね、マックスとね、グーフィンも踊るんですけど、超かっこいいのでね、はい、皆さんぜひね、このシーン、本当におすすめですからね。お見るのは、もうぜひぜひね、見ていただきたいなと思います。はい、ということで、ダンシングマニアの、こちらミニーちゃん、そして、ミッキーでございます。最後のカードですけれども、こちらでございます。はい、これですね。ティアラオブドリームですね。ティアラオブドリーム。これね、パレードです、ちなみに。でね、
これの何が良かったのかってね、まあもちろんこのコスチュームもすごかったんですよ。ミッキーとかミニーのね、コスチューム素晴らしかったんですが、あとね、めっちゃいいなって思ったのがね、ジョマジがね、ほんとまだこの時ね、確か2007年ですよね。2007年なんで、まあ、今からざっと13年前ですから、まあ、ジョマジがまだね、あの高校生ぐらいの時なんですけれども、本当にね、これはね、素晴らしいなって思って、まあ、コスチュームがまずね、めちゃんこいいなっていうのと、あとね、フロートね、フロートがね、もうまさにプリンセスとプリンスみたいな感じでめちゃんこ豪華で美しかったんですよね。だから今までにね、なかったね、フロートだったんですよ。だから、なんかすごいね、綺麗だった。本当にピカピカ光ってね、もう素晴らしかったなと思うんですよね。で、曲もいいですしね。はい。で、コスチューム、そしてダンス。で、もちろん停止もありましてですね。参加型のところもあったんですけれども、もうめちゃくちゃね、本当に心に残るようなね、パラレードだったなと思います。本当に素晴らしかったですね。はい。で、こちら表がですね、ミニーちゃんでございます。で、裏面はですね、こんな感じでございます。デイジーとミニーちゃんとクラリスですね。いや、このね、まあ、でもちょっとね、時間短いんですよね。はい。このティアラオブドリームのね、シーンね、イッツベリーミニー的には結構ね、短いんですよ。だからもうちょっとね、ジョマジ的にはね、長くやってほしかったなっていうのはあるんですけれども、まあ、全部ね、長くやっちゃうとね、まあ、これだけのね、ショーを、まあ、再演してるわけでございますから、まあ、全部長くなっちゃうのでね、まあ、しょうがないなと思うんですけれども、いや本当にね、これはね、もうちょっと長くやってほしかったっていうぐらいのね、もうめちゃくちゃ神なパレードでしたから。まあ、でもね、やっぱ復活してくれてね、また再びですね、この衣装を見れたので、ジョマジはね、それで大満足でございます。ということでですね、まあ、これで全部でございますね。はい、こんな感じでございます。いやー、素晴らしいですよ。はい、もう本当にね、もう今後絶対見れないだろうなっていう衣装がね、再び見れちゃうっていう、この今回のね、It's Very Mini、もうぜひぜひ皆さん、見に行ってください。はい。でね、やっぱね、すごいなって思うのが、ディズニーシーのコスチュームをディズニーランドで見れるってすごくない？すごいよね。多分今までの、ディズニーだったらね、そのショーを中心にしてるじゃないですか。だからディズニーランドはディズニーランド。はい。で、ディズニーシーはディズニーシーでやっぱ分けてたわけですよね。だからディズニーランドにダッフィーとか出てこないじゃないですか。はい。だからそんな感じで、ディズニーランドとディズニーシーってもう別個なもんだとね、考えてたと思うんですけれども、こうやって投票をしてね、もう人気なやつを出しちゃおうみたいな。はい。ということで、まあ、ディズニーシーのね、ショーがディズニーランドで見えちゃうっていう、もうこれは本当にね、素晴らしいショーだなと思うんですよね、It's Very Mini はね。まあなかなかね、抽選は当たらないんですが、もう絶対ね、皆さん、見た方がいいと思います。うん。まあ、確かにね、このショー見たことない方からするとね、はい。ちょっとよくわかんないかもしれないですよね。なんかミニーちゃんがいっぱい出てくる、なんか衣装変わってめっちゃ出てくるな、みたいな感じのショーになっちゃうかもしれないんですけれども、本当にこれはね、もうディズニーオタからするともう本当にね、多分今後もないだろうっていうぐらいの素晴らしいショーですから、はい。本当にね、皆さんね、ぜひぜひね、ビリビリミニーの期間に来ましたらですね、こちら抽選していただきたいなと思っております。ねえ、もう昔はね、こんないい賞があったなっていうね。はい、本当にぜひ皆さんにもね、知っていただきたいです。まあ本当にね、ディズニーの絶頂期の頃のやつがね、復活してるのでね。はい、いやもう本当に素晴らしいと思います。ねえ、まあ残念ながらね、ブレイジングリズムがね、あんまりね、なかったのがね、ちょっと残念ですけどね。まあジョマジはブレイジングリズム世代でね、本当にディズニー興味なかった頃に、ブレイジングリズムを見て、ディズニー好きになりましたから。もうそのぐらいのね、まあショーですからね、ブレイジングリズムはね、まあパレードですけども。いや、本当に素晴らしいのでね。まあでもね、ブレイジングリズムに関しましてはですね、ベリーミニーリミックスの方で復活してますので、はい、ぜひですね、こちら、It's Very Mini ね、もし抽選外れてしまってもね、ベリーミニーリミックスっていうパレードもございますから、はい、絶対そちらもね、見ていただければと思っております。ということで今日はですね、はい、こちら、コレクションカードのご紹介でした。ジョマジがね、コレクションしてるのって、基本的にね、こういう、コレクションカードでしたり、ポストカード、ステッカー、そして、トゥデイなんですよね。はい。もう全部ね、かさばらないでしょ。まあ、例えばね、ぬいぐるみ、まあ、上にもぬいぐるみめっちゃあるんですけど、あるっちゃあるんだけど、ぬいぐるみってやっぱでかいじゃないですか。で、縫い歯もそうでしょ。いっぱいね、カバンとかにつけてる人いますけど、まあ、それはそれでまあ、話は別になっちゃうんでいいんだけど、結構かさばっちゃうじゃないですか。ね。
だから、ほこりかぶっちゃうんですよね。だけど、こういう薄いね、カードでしたら、ファイリングすればね、ほこりもかぶらないし、こうやって昔のショーとかね、こういうの確認することができます。もう全然かさばらないっていうのが本当にね、いいと思いますからね、ぜひ皆さん、コレクションカードとかね、買っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、これで終わりにしましょう。もしこの動画ですね、面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。最後に宣伝なんですけれども、ジョマジの単独ライブ第4弾、ね、まあ、イコールオフ会ですね。オフ会がですね、3月の8日、日曜日にですね、ございますので、ぜひ皆さん見に来てください。はい。まあ、普通のね、オフ会だと面白くないなということで、ジョマジがですね、パフォーマンスしますから、で、特別ゲストの方もね、お呼びしておりますから、ぜひね、皆さん絶対に来ていただければと思います。詳しくはですね、下のコメント欄の一番上に載っけておきますので、ぜひそちらの方からですね、ご予約していただければと思っております。それでは、終わりにしましょう。もしこの動画面白いと思いましたらですね、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。